地免都寺は、アスカ時代の女性。大友美子の日の一人であったとされている。父は、藤原鎌たり。母は未生。地免都寺、両母、日本書紀、藤子家伝などの同時代資料には全く記載がなく、本庁公院正雲録に、公文天皇の日となり、シリング姫王君を生んだと伝えられている。同時代資料には全く名前が出てこないため実在を、 疑問視する意見もあるが、開封層に、鎌谷が、娘の一人を、大友美子の人下という記述があることから見て、鎌谷の娘で、大友王子妃となった人物がいたことは、間違いがないとされる。人身の乱で大友美子が敗れると、大海宮から落ち延び、海路父、鎌谷の小地下島を目指し九十九里浜に上陸したが、病に倒れなくなったと言われ、捜査し屋主には、 姫の墓とされる、大理塚古墳がある。中富の金の子、秀勝をはじめとする従者たちは、この地にあって、姫の御霊を弔ったとされ、朝日市の大理神社は、大理塚古墳の墳道を分子したものと伝わる。また、大理神社の近くには、大塚元古墳があり中富の秀勝の墓とされている。姫の御霊を慰めるため、33年ごとに、 大理神社から大塚原古墳を経て大理塚古墳にお浜下りと呼ばれる新仰祭が行われる。ありがとうございます。